はい、続いてのプロジェクトは悩みの堀雄太郎さんですよろしくお願いします悩みを絵にする悩みの堀です悩みは悩みを絵にすることで自分の考えの整理や相手との対話を促し悩みを相手に自然に話せるようにするサービスです私たちの理想は自分の悩みを打ち明けられるような深いつながりを感じられる人がいる そんな安らぎある社会ですこの社会を目指しこの3ヶ月間悩みを話すきっかけについて考えてきました私自身中高時代にコミュニケーションに苦労してきた過去があります周りからの評価を恐れ弱い自分を出せず我慢してきましたその中で孤独を感じていました皆さんも悩みを話したい話さないといけない相手がいるけれど 相手の反応が怖くて話せせなかかった経験はありませんか例えば自己嫌悪を感じている時や相手に評価を受けるときなどその結果これらのコメントにあるように悩みを話せず一人で抱え込んでしまいますこれは本人にとってもとても苦しいことですではどのように不安を軽減し自分の悩みを相手に自然に伝えられるでしょうかそう思えるでしょうか 3ヶ月での答えは、話す余裕を作るということです。不安なときというのは、無防備な自分をさらけ出すような感覚があります。それは、自分の中で考えが整理できていなかったり、圧迫面接のように対話のチャンスが少ないときなど、話す余裕がないときに起きます。悩みは、これらの課題に対して、悩みを絵にし、共有することで話す余裕を作り出すという解決策を考えています。 悩み AI 絵生成ではもやもやの文章を入れることで AI が3枚の絵を返してくれます。何回も生成を繰り返す過程で絵を比較しながらしっくりくる絵、言葉を見つけることができます。例えば右の例、なかなか物事に挑戦できず、尻込みしてしまうという私の悩みを絵にしたところ、初めはじっとうずくまっているような絵が出ました。もっと自分の中で動いている感じ。 自は壁を作っている感じだよなと思い次は自分の周りに壁を作ると入力しました出て,くて出てきた絵は自分にとってしっくりきましたさらにはしごを登りながらも壁を作っている感じがいつまでも越え,えられていない感じが自分にとってぴったりでしたこのように悩みをビジュアルで直感的に把握し考えを深めることができるツールになっています悩み a i s s で作った絵には 対話の回数を増やす効果もあります。グループチャットに AI を介入させたり、リアルで相手に絵を使って悩みを伝えたりします。実際に絵を用いて自分の悩みを共有するイベントを開催し、このようにコメントをいただきました。いただいたコメントにあるように、言葉ではなく絵を使ってモヤモヤを表現することで、やんわりと気持ちを表現したり、絵の中の人物について話したりでき、 対話の始まりを作り出しやすくなりますまた言葉では切り捨てられていた情報が絵にはあるので質問を引き出すことができ対話の回数を増やせます絵による柔らかいコミュニケーションが生まれます自分の考えを整理し対話の回数を増やすことで不満を減らし自然に話す悩みを話すことができました3ヶ月間多くの方に悩みを絵で共有していただきました 何より私自身が3か月間を通してさまざまな悩みを絵にし相手に相談することができました3か月を経て残った課題として活用場面が曖昧で実用性が不足していることまたイベント等での悩みの共有にとどまり自然発生の共有が生み出せていないことがありますこれらを踏まえ次の3か月はハラスメントや コミュニケーション不足の課題の声の多かった社内面談の領域に特化したプロダクトを作っていきますまた個人用のサービスでは絵のクイズなどゲーム性を取り入れながら対話が自然発生するようにします自分の悩みを打ち明けられるような深いつながりを感じられる人がいる安らぎある社会そんな社会を目指して悩みには活動を続けていきます最後にこちらの QR コードから絵生成を体験できるので もしよかったら今、読み込んでみてください。でまあ、例えば、さっきあの眠いという話があったんですけど、なんか朝起きられないみたいなのをこう打ち込んでいただいて、あとで他の人と比較してみると、いろんな絵が出てきて面白いと思い,ます悩みでいいいと思ますで未来悩みでしたありがとうございましたありがとうございます。 早速ちょっとあの今日使ってみます。はい、ありがとうございます。僕も悩みいっぱいあるんではい。そうですね。す何回もこう絵を作っていくっていう過程がま大事かなって思っていて、ちょっと<ー>あの今制度的な問題もあって、1回だといい絵が出てこなかったりするんですけど、うん、いろんなこう絵を作っていく過程でだんだん原稿が進んでいけばいいなという思いでやっております。すごいですね。